よし、これで私も忘れ物とはおさらばよ。おお、なんだか張り切っているようだな。今日、久しぶりに本屋さんに行って付箋とスケジュール帳を買ってきたのよ。これがあれば忘れっぽい私も、予定や約束を忘れずに済むと思うの。確かに霊夢にとってはいい買い物かもな。それにどっちも可愛いキャラクターものだから、持ってるだけでワクワクするのよね。ああ、私も学生時代は、文房具を新しくするだけで途端にやる気が出たものだぜ。最先端の機能やデザインのものなんかは持っているだけでクラスの人気者だったな。私も小学生の時には、お気に入りの下敷きをいつも使っていたわ。あの頃は毎日文房具を使っていたから、こだわりも特別強かったっけ。それじゃあ今回は昔流行った懐かしい文房具についてでも話していくか。特に現在40代から50代の皆さんには懐かしいであろう。70年代と80年代に流行った文房具に絞って解説していくぜ。私が使っていた文房具も出てくるかしら。みんなも学生時代を思い出しながら、ゆっくり聞いていってくれ。それじゃあ早速始めていくぜ。まず紹介するのは多機能筆箱だ。筆箱って言葉がすでに懐かしい。大人になったら、あの四角い筆箱を使う機会はほとんどないからな。小学生の頃は毎日ランドセルに入れて学校に行ってたのにね。そんな小学生の間で70年代に大流行したのが、多機能筆箱だぜ。ボタンを押すと鉛筆削りや消しゴム入れが出てきたり、分度器やコンパスまで収納できる広いスペースがあったり、さらにはルーペや物差しが内蔵されていたりと、とにかく多機能だったな。蓋が何面もあって、いろんなところから開けられるやつもあったよね。一つの筆箱で何でもできる多機能筆箱はまるで無敵の合体ロボ。というわけで男子を中心に人気を集めていたぜ。だけど、今考えるとそんな機能いる？って機能も結構あったような。鍵をかけられる筆箱なんてのもあったけど、正直筆箱ごと取られたら意味なかったし。多機能すぎたところが多機能筆箱の唯一の欠点だな。一時期はとても画期的だともてはやされた多機能筆箱も、機能性を求めすぎるあまり肝心の収納力がなくなってしまったりして、徐々に人気が落ち着いていったぜ。今でも何面か蓋があるものや鉛筆削りがついているものはポピュラーだけど、そういえば昔ほどガチャガチャしてない気がするわ。とはいえ多機能筆箱は今も健在だ。中にはさらなる進化を遂げて、ライトや電卓までついているものもあるとか。そんなバナナ、電卓とか、テストの時にずるいって言われて厄介そうじゃない。そんなロマンのないことを、と言いたいところだが現実的な心配だな。多機能筆箱から打って変わって、80年代にはシンプルな缶ペンケースが流行り始めたぜ。缶ペンケース、私も使ってたわ。缶のケースの中にシャーペンや消しゴムをしまえるだけの簡単な作りだけど、それが逆にスマートで大人っぽく思えたのよね。多機能筆箱とは真逆の魅力と言えそうだな。いろいろなデザインのものがあり値段も安かったことから、小中学生でも手が出しやすく、定期的に買い替えていた人も多いようだ。しかしこの缶ペンケース、落とすとガッシャーンとすごい音がするのがたまに傷でな。そうそう、私もよく授業中に落として先生に怒られたわ。缶の表面はツルツルしてるから、少し肘が当たっただけでも落ちてしまうのよね。それでなくても小学生はよく物を落とすからな。中には授業に支障が出るからと使用禁止になってしまった学校もあったとか。あげぱー。でもあれは本当にうるさいからしょうがないわね。多機能筆箱よりも缶ペンケースよりも前、1970年代に入る少し前からアーム筆入れという商品が流行したのを覚えてるか？多分筆箱の仲間だよね。どんな商品だったっけ？象が踏んでも壊れない。ああ、あの、CM で本当に象が踏んでた筆箱か。アーム筆入れは1965年にサンスター文具から発売された筆箱で、1967年にあの有名なキャッチコピーと象を使った CM で日本中の話題をかっさらったぜ。あの CM はかなり衝撃的だったわ。本当にそんなに強いのか気になって、欲しくなった人も少なくなかったはずよ。実際、アーム筆入れはあの CM 放送後に500万個を売り上げるヒット商品になったぜ。ちなみに古代広告ではないかと国会議員から指摘が入った際には、その議員のもと200個のアーム筆入れと金槌を持っていき、強度を確かめてもらってクレームを撤回してもらったそうだ。すごい自信と行動力。商品の強度によほどの自信があったんだな。そんなアーム筆入れの強さの秘密は、当時はまだ珍しかった。高強度プラスチック、ポリカーボネートだ。耐衝撃性や耐久性、耐熱性に優れ、カメラのレンズや車のヘッドランプなどにも、使用されているとにかく丈夫な素材だぜ。ってことは、象が踏んでも壊れないっていうあのコピーと CM は大げさじゃなかったのね。
サンスター文具の調査によると、最大 1.5 トンまでの荷重に耐えられるそうだ。アフリカゾウの重さはだいたい5トンほどだから、全体重をかけられればやばいが、片足で踏まれた程度なら壊れることはなかっただろうな。改めて聞くとすごい話ね。とはいえゾウには踏まれても大丈夫だったアームフデイレも、本当に壊れないのかと、疑問を抱いた子供たちに無茶な使い方をされると壊れてしまうこともあったようだ。思い切りジャンプして乗ったり、高いところから落としたりしたのかしら。国会議員でさえ気になるんだもの。子供が試さないはずないわね。そういった使い方をして壊れたものの中にはアームフデイレではない偽物も多かったようだが、どんなに強くても文房具は大切に使った方がいいだろうな。ちなみにアームフデイレは今もニューアームフデイレとして発売されているから、気になった人はぜひ探してみてくれ。お次はロケット鉛筆を紹介するぜ。こちらも当時を代表する文房具よね。ロケット鉛筆は芯が丸くなったら先端のパーツを取り出し、本体の後ろから入れることで新しい芯が押し出されるという仕組みだったぜ。鉛筆なのに芯を削らなくていいってところがとても画期的だったわ。名前と見た目のかっこよさも相まって、70年代の子供たちの間で大人気だったっけ。あの仕組みの鉛筆にロケット鉛筆というネーミングは確かにセンスがいいよな。しかしロケット鉛筆は先端のパーツを一つでもなくすと使えなくなったり、筆圧が高いと書いている途中に芯が引っ込んでしまったりといった欠点もあった。そういう不便さもあってか、徐々に姿を見かけなくなっていったぜ。そういえば私もすぐに芯が折れたり引っ込んだりしてたわ。外出先とか、鉛筆削りを持っていない時には便利だったんだけどな。ロケット鉛筆と同じ発想の商品にマニカラーペンシルというのもあったぜ。マニカラーって何かな。一言で言うとロケット鉛筆の色鉛筆版だ。ロケット鉛筆のように本体の中にいくつかの芯が入っていて、使いたい色の芯を押し出して付け替えることで様々な色を使うことができたんだ。何色もの色鉛筆が一つになった優れものってわけね。色鉛筆って持ち運びが結構面倒だから、ペン一本で済むのはとても助かるわ。よくある色鉛筆が12色程度なのに対して、マニカラーペンシルには27色も、入っていたのも魅力的だな。しかしロケット鉛筆と同じく1本でも芯をなくすと使えなかったり、書いている最中に芯が落ちてきたりして使いこなすのはなかなか難しかったようだ。よく使う色だけ先になくなって、まだ他の色が残っているのに、使えなくなったりもしそうだね。そんなわけであまり便利とは言えない代物だったが、それでも本体に内蔵されているカラフルな芯が綺麗で子供たちに人気だったぜ。わかるわかる、こういう文房具は機能がどうこうじゃなくて、持ってるだけで上がるのよ。マニカラーペンシルも人気だったが、私はクーピーペンシルも好きだったな。ああ、あれね。霊夢も知ってたか？もちろんよ、クレヨンと色鉛筆の間みたいな書き心地が好きだったわ。クレヨンのような柔らかいタッチでありながら、クレヨンではできない重ね塗りができるのも魅力だぜ。持ちやすくて折れにくいのも良かったよね。ああ、霊夢のような筆圧の高いゴリラ級キッズには特にな。そうそう、私は昔から怪力で。って、誰がゴリラだ。クーピーは1973年に発売されてから50年経った今でも愛されているロングセラー商品だ。もしかしたら3世代にわたってクーピーのお世話になっている人もいるかもしれないな。クーピーはいつの時代も筆圧の高い子供たちの味方だからね。別に筆圧の高い人専用ではないけどな。昔から小学校や幼稚園で使われている文房具といえば、動物のりも忘れちゃいけないな。動物のり？聞いたことないけど、名前は知らなくても、見たことはあるはずだぜ。ほら、赤い帽子をかぶった黄色い動物の顔がパッケージになった。ああ、幼稚園でよく見た、でんぷんのりのあの容器。そうそう、あのよく見る容器ののりだぜ。可愛い容器で楽しい工作をコンセプトに笛木のり動物シリーズとして発売されたこの商品は、今でも動物のりとして親しまれているぜ。動物のりってことは、あの容器、何かの動物なの？てっきりキューピー的なオリジナルキャラかと。確かにまつげの長いクリッとした目はキューピーっぽいな。しかしあの黄色いやつは笛木くんといって、実は犬らしいぜ。ガチョーン、嘘でしょ。犬なの。よく見たら左右に犬の耳らしきものもちゃんとついているぜ。知らなかった。誰もが一度は見たことがあるであろう歴史のある人気商品なのに、名前が動物のりであることも犬であることも知られていない不思議な商品だな。今度もっとじっくり見てみよう。お次はデザイン定規を紹介するぜ。それもなんだっけ？スピログラフ定規といった方がわかりやすいかな。余計わからんわ。
こちらも実物を見ればそれそれ、となるタイプの商品だろうな。3つほどの大きさの違う歯車と、穴の開いたプラスチックの板がセットになったもので、歯車の穴にボールペンを入れ、穴の内側に置いて動かすと幾何学模様が簡単に、描けるという代物だ。あ、見たことあるかも。あの、ぐるぐる回すだけで花みたいな複雑な模様が描けるやつでしょ。そうそう、外に出られない雨の日なんかに遊んだ記憶がある人は多いはずだぜ。ボールペンを入れる穴や歯車の大きさを変えると、描ける花の大きさや模様も、ガラリと変わるのがとても面白かったわ。大人になった今でも、たまにやるといい暇つぶしになりそうな興味深い商品だよな。次は練り消しゴムを紹介するぜ。通称練り消しと呼ばれ、1970年代に日本中でブームになった文房具だ。あの、粘土みたいにコネコネして遊べるやつでしょ？正しい使い道は鉛筆で書いたものに押し付けて消すことだったんだけどな。私の周りはどちらかというと、消しゴム代わりというより遊びの道具として使ってたわ。まあ、そういう小学生は多かっただろうな。いい匂いがするものや、スライムのようによく伸びるものもあったりして、授業中に遊ぶなという方が難しかったんだぜ。あれはもはや学校に堂々と持ち込めるおもちゃだったからね。休み時間には友達とどこまで伸びるか競争したりもしたわ。私は小学校のうちは練り消しを買ってもらえなかったから、消しゴムのカスを集めて自作していたな。いや確かに練り消しっぽくなるけどさ、ペットに餌をやるように消しカスを食べさせていたのが懐かしいぜ。楽しかったようで何よりだわ。練り消しと並んで70年代にブームを巻き起こしたのが香り付き消しゴムだぜ。特に女子は必ずと言っていいほど持ってたわね。私もいい匂いがする消しゴムを集めるのが趣味だったよ。香り付き消しゴムが登場した当初はただいい匂いがするものが多かったが、時期に食べ物の匂いのレパートリーが増えていったな。コーラやグレープ、チョコレートなど甘い匂いのものから、カレーの匂いなんて攻めた商品もあったぜ。霊夢が集めていたのもどうせ、そういう食べ物系だろうな。違うもん、ストロベリーの匂いの可愛いやつだもん。ストロベリーも食べ物だろ。ただ一つ残念だったのが、集めたいろんな匂いの消しゴムを同じ箱に入れておくと、匂いが混ざってすごいことになるのよね。一つ一つはいい匂いでも、いくつか混じるとカオスになるからな。だんだん何がいい匂いなのかわからなくなって、私の中のブームは過ぎちゃったわ。70年代に登場した人気の消しゴムにはローラー消しゴムなんてのもあったな。ああ、あのコロコロ転がして消しカスを集めるやつ？そうそう、まるで掃除機のように机に散らばった消しカスを、集められるのが楽しかったんだぜ。あれ、私はあんまりうまく使えなかったんだよね。コツがつかめなくて、ローラーを転がしてもなかなか消しカスが集まらなかったの。コツを知ってた人でも、正直手で集める方が断然早かったと思うぜ。しかしローラー消しゴムの魅力は実用性ではなくそのギミックだ。机の上をコロコロさせること自体が楽しかったんだよ。そういやあれも文房具というより学校に持ち込めるおもちゃ的立ち位置だったね。退屈な授業中にちょっと気を紛らわせてくれる、貴重な存在だったんだぜ。まだまだ続くぜ消しゴムシリーズ。お次はスーパーカー消しゴムを紹介するぜ。スーパーカーの形をした消しゴム？その通り。面白いギミックがある他の文房具と比べると一見平凡に思えるが、70年代から80年代にかけては空前のスーパーカーブームだったんだ。そういやそんな時代もあったわね。ブームの波に乗って登場したスーパーカー消しゴムは、イケてるのは見た目だけ。文字を消そうとすると紙が破れたり汚れたりしてしまい、消しゴムとしての実用性はほとんどなかった。ガビーン、なんて残念な解説。しかし見た目がかっこいいならそれでいい。いろいろなスーパーカーを集めてコレクションしたり、友達と休み時間にボールペンのバネで引いてレースをしたりして、文房具としてよりはミニカーとしてとても人気だったんだぜ。スーパーカーの形をした消しゴムというより消しゴムでできたミニカーって感じだな。私も友達とレースをして遊んでみたかったわ。お次に紹介する消しゴムは紙付きばあちゃん消しゴムだぜ。何ですと？紙付きばあちゃん消しゴムだよ。だからそれは何？文房具にしてはめちゃくちゃ尖った名前だけど、1987年に登場した、丈夫な入れ歯を持ったおばあちゃんの消しゴムなんだ。商品そのものも尖ってんな。三菱のシャーペンの芯を買ってくじを引き、当たりが出たら1個もらえるという、おまけの消しゴムだったぜ。そもそもなんでおばあちゃんだったのかしら。さあ、多分、丈夫な入れ歯で鉛筆やシャーペンに噛みつくためじゃないか？なるほど、そうやって鉛筆やシャーペンに装着できたのね。それは確かに便利、かな？私も実際に使ったことはないが、重さが偏って若干使いづらそうではあるよな。しかし見た目が面白いならそれでいい。スーパーカー消しゴム理論だ。
入れ歯をつけたおばあちゃんの形の消しゴムというだけでインパクト抜群だし、さらに入れ歯は外すこともできるというユーモアたっぷりの消しゴムだったぜ。それは確かにちょっとウケるな。さて、ここまで見た目やギミック重視の消しゴムを中心に紹介してきたが、実用性を重視した文房具として優秀な消しゴムもあったぜ。その名もまとまるくんだ。知ってる、消しカスが散らばらない消しゴムでしょ。使いやすくて私も大好きよ。まとまるくんは1986年に日の出は株式会社から発売されて以降、現在に至るまで愛されているロングセラー商品だぜ。消しくずがまとまるから机の上をいつも綺麗に保てるのはもちろん、ソフトタイプであまり力を入れずに消せるのも魅力的だな。おもちゃのような消しゴムよりも実用性のある消しゴムを優先する。ちょっと年齢が上の子供たちの間で人気があった気がするわ。消しやすくて消しカスが散らばらない。言葉にしてしまえばそれだけのことだが、その便利さは軽く感動ものだったよな。私もまとまるくんを買ってもらった時はさすがにやる気が出たわ。消すのが楽しくて、消すために意味のない文字を書いたりしてたけど。霊夢には実用的な消しゴムはまだ少し早かったんじゃないか。最後に紹介するのはポケットザウルスだぜ。今度は何ですか？おい、まさかポケットザウルスを知らないのか？70年代から80年代にかけては様々なキャラクター文具が流行ったが、ポケットザウルスはその代表とも言える存在だぞ。へえ、そうなんだ。ザウルスってことは、恐竜が関係していたの？ポケットザウルスは1985年にバンダイから発売された、恐竜型のキャラクター文具だぜ。恐竜といってもリアルで怖いものではなく、小さくて可愛らしい印象だったな。恐竜とメカを合体させたような見た目で、黒いゴーグルをつけたようなデザインだったぜ。恐竜とメカなんて、いかにも男子が好きそうな組み合わせね。プテラノドンをモチーフにしたハサミのチョキラノドン、メジャーのステゴメジャラス、鉛筆削りのケズリノサウルスなどの、5種類が最初に発売されたんだが、これが初年度で500万個を売り上げる大ヒット。翌年以降も次々と種類が追加されたほか、1987年にはポケットザウルスジュニアというガチャガチャ用の商品が登場。2000年にも新シリーズが出て復活するなど根強い人気を誇っているぜ。文房具はどうせなら楽しいデザインの方がいいもんね。勉強机に向かう時間が少しでも嫌じゃなくなるなら親も嬉しいだろうし、いい文房具にはこれからも長く愛され続けてほしいものだな。さて、今回の解説はここまでにしようと思うぜ。私が使ってた文房具もたくさん出てきて、懐かしさで涙がちょちょ切れちゃったよ。私も久しぶりに学生時代のことを思い出せて楽しかったぜ。また消しカスで練り消しもどきでも作ってみるかな。今日の解説で一番印象に残ったのがそれなの。みんなの感想や思い出も、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいぜ。動画が面白いと思った人は、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。